今日の動画はケンさんとの会話動画の後編です。前編をまだ見ていない方はリンクを貼っておくので、そちらを先に見てきてくださいね。それでは続きをどうぞ。じゃあ結婚するときも最後はあこの人だみたいなフィーリングがありましたか、ゆきさん？そうですね、あまり深く考えなかった、言われてみたらそうかもしれないです。だからそのいろいろな条件とかそんなのは全く考えず、なんか一緒にいたら楽しいし、何なんか居心地がいいしよしみたいな感じ、あよしみたいな感じで、そう、なんかそうですね、ちなみに結婚して今何年目ですか？何年だろう、あれ10 ちゃんと数えてない、多分11年だと思います。ああそうですか、はい、11年、その結婚する前はどのぐらい付き合ってましたか？1年です。1年で結婚しました。はい、早いですよね、結構ですかね。でやっぱりなんだろう、運命の人に出会った感じですか？ちょっとあまりそういう話を動画でしたことないんですけど、あごめんなさい、なんかちょっとめっちゃプライベートな話とんでもない。大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫、あのそうですね、運命の人みたいな、この人みたいな感じよりかは、本当に居心地がいい、今でもそうなんですけど、なんだろう、自分がすごくリラックスできるし、私結構人と、なんだろう、話すとき結構緊張したりとか、こう、ちょっと気にしたりとか、気使って疲れたりとかするタイプなんですよね。だけど、その旦那さんとはそういうのが全くなく、本当に何も気を使わなくていい、素でいられるというか、すごく常にこう気楽な状態でいられたので、居心地が良かったので、そのままずっと一緒にいたいなと思いました。だからそのドキドキとかよりかは居心地の良さ。なるほどなるほど、そうそう。ちなみにじゃあゆきさんからプロポーズしたんですか？いえいえいえ、そういうわけじゃないですけど、でもなんかそんな、なんかこう結婚してくださいみたいなプロポーズじゃなかったと思います。じゃあもう自然に、なんとなく自然に会話の中で結婚しようということになったような気がします。あなるほど、あすごいいいですね、自然な感じで。ケンさんは結婚とか考えたりしますか？はい、はい、そうですね。あ、そうなんですね。あそこに相手がいるんですけど。ここに。はい。あら。あれですよね、台湾の彼女なんですよね。台湾の方なんですよね。そうちょっと動画で、動画でちょっと。話してるのを見ました。ありがとうございます。結婚する予定なんですか？そうですね。そうなんだ。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。もうじゃあそう話が進んでるんです？進んでますね。で、なんだっけ、婚姻届。はいはい。ね、台湾で結婚するときも、その婚姻届みたいな書類があるんですけど、それをなんかこう書き始めたところです。いいですね。あ、そうなんですね。はい。そう。台湾で結婚するんですか？そうですね。台湾、なんかその手続き的には、台湾で結婚してもなんか日本の市役所に行って、結婚しましたって
書類をなんか紙を1枚出さなきゃいけないんですけど、うん、うん、そう、まあでも台湾で結婚するっていうことになると思います。結婚式も台湾で、あ、結婚式は、うん、あの、なんだろう、こうたくさんの日本人が想像している結婚式はしないかなと思います。私もしてないんです、実は。あ、そうなんですか。大きなこう披露宴みたいなのはあ、そう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 、しなかったです。あ、そう、僕はなんか恥ずかしいからちょっとしないんですけど、僕たちは、はい、ゆきさんはどうして結婚式を、披露宴をしなかったですか？私も、そうですね、まあ、ちょっといろいろ理由はあるんですけど、一つは恥ずかしいから、私もあんまりそう、なんかこう大々的にこうするのがあんまり好きじゃないので、こじんまり、だから家族だけで食事会をしました。あ、そうなんですか。うん、食事会をして、一応ドレスとかは着て写真は撮ったんですけど、たくさんの人を呼んで、はい、パーティーみたいなことはしなかったです。そうか。あ、でも家族だけでも集まってなんかおめでとうってね、お祝いするのもいいですよね。そうですね、それは、うん、したかったし、してよかったと思います。あ、そっか。僕も2ヶ月ぐらい前かな、台湾に日本から家族が来てくれて、で食事会しました。向こうの両親と会って。どんな感じですか？ケンさんのご両親も日本から来たってことですよね。そうですね。あれですよね、お互い言葉は通じないわけですよね。通じないですね、日本語と中国語なので。ケンさんが間で通訳して。そうですね、すごい。なんか、変な感じでした。お互いの両親が、話したいのに、話したいことはたくさんあるのに、なんか話せなくて、なんか、最初の方は頑張ってなんかいろいろしてましたけど、最後の方はやっぱりなんか、って、まあ、全部通訳してみたいな。そうで、その時になんか、なんだろう、話したいことがあるのにその外国語話せないとちょっと残念というか、やっぱり外国語勉強するのにはなんかメリットもあるんだなって、思いました。じゃあもうケンさんは中国語ペラペラってことですよね。で、なんかそういう感じになっちゃうじゃないですか。違うんですか。全然ですよ。あ、そうなんですか。そう、例えば何だったかな、この前タクシーに乗ったんですけど、行きたい場所めっちゃ簡単なんですよ、ここに行きたいですって言っただけなのに伝わんなかったし、スーパーに買い物行った時もなんか店員さんがなんかいつもと違うこと言ったから、えっ、全然わかんないって。いや、中国語、私、ちょっとだけかじってるんですけど、ちょっとだけ勉強してるんですけど、今。そうそう。はい、発音難しいですよね。そうですね。やっぱ、難しいですね。トーンがあるから、だからなんか、そう、文字で見ると、やっぱ日本人なので、漢字を見て、意味は分かっても、発音がすごい難しい。って思いました。難しいですね、本当に全然発音とかそのトーンが違うと分かってもらえないんですけど、なんかトーンが違うだけで、あれ意味が全然変わっちゃうんですよね。そうですね、そう、日本語にもなんかそのピッチアクセントがあって、意味が変わるじゃないですか。
橋とか橋とか、うん、雨とか雨とか結構ね有名ですけど、なんか中国語全部 それがあるから、間違えたら大変なことになります結構。でもゆきさんは、どうして中国語をちょっと勉強してるんですか？ですね、私はもともと英語はずっと勉強してて、で韓国語を、まあ、今メインで勉強してるんですよ。韓国のドラマとかが好きなので、で、ああそうなんですね。そうで、中国語を始めたきっかけは、実は自分がそのこのチャンネルを始めた時に、そのインプットを通して、分かりやすいインプットを通して日本語を学ぶっていうチャンネルなんだけど、自分自身はそのゼロからそういうインプットを通して、インプットだけを通して何か外国語を学んだ経験がその時なかったんですよね。その英語も韓国語も今はインプットで学んでるんだけど、もともとは学校で勉強してたので、あの文法とか、韓国語も実は最初始めた時は大学でちょっと授業を取ってあの勉強してたので、その文法とか単語の暗記とかそういう勉強の仕方から始めた言語しか学んだことがなかった。んですよね。でチャンネルを始めた時に、私も何か一つもうゼロから文法とかそういうのは勉強を特にせずに、インプットで何か言語を学んでみたいって思って、新しい言語を始めようと思ったんですよ。でその時に、なんとなくそれもフィーリングでなんですけど中国語が面白そうだなって、その日本語と韓国語と中国語って語彙がこう共通してるものとかがあるじゃないですか。そう、あのもともと同じ中国語から来てるんだけど発音がちょっと全部違うみたいな、そういう似てる部分とか、あのでも逆に全然違う部分もあったりして、そういうのを、あの見つけるのが面白そうだなと思って、日本語韓国語中国語を3つできたらなんか面白そうだなと思って、で中国語を始めました。なるほどね。そうなんですね。3つできたら面白いですよね。面白そうですよね、なんか比べたら。そう、でもまだ中国語は全然です。あのちょっと毎日ちょっとずつなんか動画を見てるぐらいなので、全然まだまだ。動画、YouTube の動画ですか？そうですね、YouTube で、そういう学習者向けにゆっくり話しているような動画、あのいくつか気に入ってるチャンネルがあって、でそれを、ちょっと毎日ちょっとずつ見てます。いいですね。そういう動画、ゆっくり話している動画でどのぐらいわかりますか？あの初級向けにあの作られてるものだったらほぼわかります。なんか例えば、これが好きですとか、なんかあの自己紹介、なんか名前はとか、そうですね、そういう本当に基本的なことだったら聞いてわかる。でもいいですね、本当初級のものだけですね、まだ。ちなみにその中国語は通じる国、中国とか台湾とかシンガポールとか、いろいろ行ったことありますか？中国には昔高校生の時なんか20年ぐらい前に1回行きました。旅行で旅行で行きました。もう台湾行ってみたいです。あ、
台はまだ来たことないんですよね。行ったことないんですよ。でもなんか食べ物がすごい美味しそうですよ。あ、食べ物。はいはいはい。どんな食べ物が好きですか？ゆきさん。なんかこれっていうのはないんですけど、中国の料理と台湾の料理ってまた全然違うんですかね？そうですね。結構違います。なんかでも私ご飯に合うようなこうちょっとこってりしたというか味の濃い料理が結構好きで、そうそう、だからなんかそういうイメージがあるんですよね、中国とか台湾とかの料理って。なるほど。だから美味しそう。辛い食べ物も好きですか？好きです。韓国料理大好きです。ああそっか。そうですよね。あ、それはいいかも。多分結構辛いものもありますか？そうですね、辛いものもあるし、味の濃いものもあるし、なんか米に合う料理がたくさんあるので、いいと思います。なんか日本で全然食べたことない味の食べ物とかもたくさんあるし、そうそう、結構多分想像してる台湾の食べ物と、なんだろう、いい意味で違うと思います。そっか。じゃあそのうち台湾に遊びに行きますので、あ、その時ぜひは来たら美味教えてくしい、ださい。はい、美味しいご飯屋さんに はい。教えてください。あ、もちろんもちろん。はい、ということで前回今回と2回にわたってケンさんとの会話の動画をご覧いただきました。私はとっても楽しくお話しさせてもらいましたが、皆さんにも楽しんでいただけたでしょうか。今日はこれでおしまいです。またねー。